えちぜんいちじまは、福井県えちぜ市あわ部町、第二十二号二十一番地の位置にある建築物。九百三十六年五月に、実業家の島連太郎によって建設された。あわ部町立花形見文庫、こ、今立町立花形見文庫という名称で、図書館として使用された。九百八十三年以後は、コミュニティセンターとして使用され、二千五年のえちぜ市の、 発足とともに、現在の名称となった。東京で、印刷会社の参集者を創業した、実業家の島連太郎は、今だ郡群淡田部長出身である。1936年5月、島は、図書館の建物を建設して、淡田部長に寄贈し、淡田部長立花形身文庫が開館した。淡田部長の規模を考えると、モダンな淡田部長立花形身文庫は、 画期的な建物だったとされる。1908年には福井県七番目の図書館として花形見図書館が設置されており、設置当初は公立図書館ではなく私立図書館だった。波田部長は1956年に今立町に解消したため、波田部長立花形見文庫から今立町立花形見文庫に改称した。1972年9月には、 今立町福祉センターが開館し、センター内に今立町立花形見図書館文館が設置されたため、今立町立花形見図書館本館は事実上の閉館となっている。1983年には新しい今立町立図書館が開館したため、花形み文庫は淡田武島会館及び淡田武協議会に改称され、淡田武地区のコミュニティセンターや今立町役場の 保管庫となった。この建物は十分な活用がなされないまま、数十年を経ており、2005年に今田手町と竹尾市が合併して、越前市となると、月額33万円の賃借料が問題となった。越前市は寄贈者の名前を取って、越前市島会館に改称している。設計は、近藤公務店の近藤にサブロー。南側に、 鉄筋コンクリート作り2階建ての書庫、北側に木造平屋建ての閲覧室があり、両者は渡り、廊下で接続されている。西洋洋式を取り入れた鉄筋コンクリート作りの建築としては、福井県内で最初期に建設された建築物である。白い壁面に縦長の窓が並び、また階段室から続く塔屋を備えている。北東角の階段室には、 カーテンウォールが採用されており、縦長の窓や洞爺と合わせて、モダンな印象を与えている。花形見公園の南側に位置し、伏線寺や大寺や善光寺や教順寺など、周囲には寺院が立ち並んでいる。ありがとうございます。